ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。8月31日ですね。おはようございます。水曜日ですね。ちょっと今日全然今年着てなくて、アロハシャツ好きなんですよね。結構これ良くないですか？なんかなんとなく、でもあんまりこれ着るとなんかハワイ好きのおじさんみたいになるんで、あれですけどね。結構これ僕この色も好きで、アロファね3枚ぐらい持ってるんですけど、まあなんかいいと思うんですよね。なんかまあ若い子がもう季節がね終わっちゃったんで、あれですけど、まあその沖縄行ったりとかハワイとかね行かないですけど、まあ南国行った時に着るとまあなんか気分が上がるっていうかね。ちょっと素材もこう着物とかサテンのね生地ですごい落ち着くんですよね。もともとなんかね、まあ、有名な話なんですけど、ハワイのアロファシャツは日本の和服をこうカットしてシャツにしたっていうので、柄がちょっと和物っぽくてね、いいっていうのでね。だからちょっとに着るとね、ちょっとね、そういう気持ちになるんですよ。お祭りっていうか、なんていうんですかね、素材感がね、サテンのっていうかね、まあいいんですけど。今日は、ニュースいっぱいありますね。札幌オリンピックをね、今誘致するので、僕の大学の山下先生がね、なんかこう、地元の反対が札幌の多いっていうので、それは聞いてないとかね、そのいろいろあったり、前回の東京オリンピックで、青木ホールディングスのね、なんか汚職があって、ユニフォームなんか、を急に、まあ、その汚職でそのスポーツに対してのその電通とかね、まあ賄賂があったりして、結局もうやるなと、そんなお金をね使う、またどうせやるとその電通とか絡んだり、放映権とかね、札幌オリンピックもどうなるかわかんないんですけど、まあその僕はねオリンピックでできるだけ日本でやるべきだと思うし、札幌もやった方がいいんですけど、その汚職が問題であって、そのスポーツ自体の人々を喜ばせるとか、そういう感動を与えるっていうこと自体には何も問題もないし、やっぱやるべきだと思うんですよね。だけどこうやっぱりその裏でね、組織委員会とかやっぱりあるので、そうするとおじさんたちがね、やっぱりその僕本当に、僕もう50になるんですけど、僕アラフィフぐらいの世代が中心になると、そのやる人ね激減すると思います。僕らね団塊ジュニア世代で、人口が多い世代なんですけど、200万人ぐらい、なんかよくわかんないですけど、なんか昨日言論で東博樹さんが言って、僕東博樹さんより1個下かな、あと堀江門さんとか津田大輔さんの藤田さんとか、まあその40代後半50ぐらいまでの人口ってめちゃくちゃ多くて、でパイが多いので、そのでいろいろ僕たちバブルが弾けたり、競争が一番激しかったし、スポーツもね、そのイチロー選手だったり松井さんだったりもそうだし、そのキムタク、芸能界ではキムタクさんなんですけど、その世代がねもうね中心で、まだでも政治とかそういう会社では社長にはなれないですからね、起業してた、そういう人がトップになったら、その大学も変わるし社会も変わると思うんですよね。ただそんだけで、やっぱりあと10年、今60歳の人がもう70までやって、あと10年か。まあだから、僕ら世代も年取るとダメになるので、その、まあ、年齢じゃないんですけどね。ちょうど昨日なんか堀江さんのチャンネルで、アパホテルの社長がね、夫婦が出てて、もうおじいちゃんですよ、会長。で、奥さんね、派手な。ちょっと、編集したやつ見たけど、やっぱすごいアクティブだし、ビジネスね、オリジナルで自分たちで作って、自分たちで会社を起こして、こんだけやってたっていうね、やっぱその年齢ではねくくれないとこもあるんですけど、
ぱりアイデアもね、その若者とかその現代にこうあったニーズに合ったあの戦略をストラテジーを持ってるし、その不景気だろうと黒字、ずっと黒字っていうのはそのやっぱりその年齢も関係ないっていうところあるんだけどね。ただその大きい組織になっていくと、まあ、あれぐらいの強欲っていうか、そのビジネスに対するすごいね、京セラのね、森田さんか亡くなって、森田さんですよね、亡くなって90までね、まあ、だけどやっぱりその新しい世代にバトンタッチっていうかこうやっていかないとっていうので、僕はなんかアラフィフ世代が社会を、政治を、企業を、日本を引っ張る、人口多いって結構大事なんですよね。あのなんか今はなんか5、60万人しかいないの、7、80、僕ら200万人ぐらいいるらしくて、人口やっぱもう全然パイが違うので、まあその年齢で区切っちゃいけないんですけどね、どの時代もダメなやつがいるし天才いるんだけど、やっぱり人口多いってことはやっぱ協力してなんかやっていかなきゃいけないのかなと思っています。はい、っていう感じですかね。あの札幌オリンピック誘致に関しては僕はやるべきだと思うんだけど、その汚職をなくせば問題ないというか、ただ競技をやるって放送するだけなので、もちろんその広告代理店も入るべきだし、入らないとなかなか調整ってできないし、政治家もそのために動くべきなんだけど、その変な賄賂とかそういうのなくせばね、なくならないからやるめろっていう人もいるけど、まああとそれはマスコミが監視してやっていけばいいことなので、まあこんだけ汚職が続いてるんで、またあの暴露とかする人もいると思うんでね、あの僕はなんかどん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 そういう感動を与えたり、その日常を楽しく、つまんない日常じゃなくて楽しくやっていく、人間は特に日本は本当にいつ災害が起きて沈没するか分かんないし、もうすでに沈没してかかってるので、まあそれでまた潰れて再生していくっていうのがこの国の生き方だと思うんで、なんか閉じこまらないね、自分だけの世界に、なんか今の若い世代もねそうですけど、高齢者は逃げ切るって、若い世代の人だし、僕はもうおじさんですけど、こう社会を良くしようっていう流れはもう日本でやるべきだし、日本にいいものいっぱいあるので、スポーツ業界もそうするしていく、まあ、そうなっていると思うんですよ、スポーツ業界は。まあ、それが人々のこと富っていうかね、心のなんか富を与えたり健康を与えたりね、そのスポーツと思うんですよね。ちょっとまあ抽象的になりましたけど、はい、そんな感じです。はい、水曜日ですけど、頑張っていきましょう。今日はねちょっと、僕のまあいつもライティングとかやってんですけど、文章あの仕事、今日はちょっと急遽ねちょっと筋トレを、スポーツの専門学校でウェイトトレーニングの授業をちょっと教えてくると思ってたんだ。こんな格好じゃいかないですよ。もちろんこうちゃんとちょっとトレーニングウェアで行くんですけど、これからちょっと行ってきます。よし頑張るぞ。ファイト。皆さん頑張りましょう。バイバイ。